ハードワークとゴールが今日のテーマだったと思います終わってみて5-0の勝利です今日のゲームどのようにまず振り返りますでしょうか、えー、連戦最後だったのでとにかく気持ちで負けないようにしっかり走ることと勝つことを意識して、はい、やりました今日の川崎のリズムになったのは確実に小林選手の先制点だったと思いますあの先制点をちょっと振り返っていただけますか、えーまあ、右のワイドで入ったんですけど やっぱりあのクロスに入っていくところが、まあ、自分の特徴だったりするのであんまり右を意識せずにあのミキがすごくいいボールをくれたので本当にあのお互いの信頼感を感じられるシーンだったと思うんですけどその辺り、手応えいかがでででししたょうかそうかそすねミキが持ったときにあの必ずあそこにくれると思いましたしあのミキに感謝したいですね、はい、そして小林選手の2点目はダミアン選手の折り返し胸で押し込んだ形になりました。 いやそれまでの崩しが本当に良かったのであの右から左に左からクロスでダミアンの折り返しでゴールという形でいろんな選手が絡んだゴールだったのですすごくい,い崩しだったかなと思います <laughs> 前半と後半少し戦い方が違ったと思いますハーフタイム、監督からはどんな指示があったんでしょうか。まあ前半は本当に何だろうな自分たちのミスとというところと あとは球際をゴブゴブのボールをほとんどこぼしてしまったので、まあ、やっぱそういうところで勝たないとあの試合には勝てないぞ。っていう話をしっかりハーフタイムにもらって、あのすごく後半立ち上がりからいい。入りができたので、まあ、それがいい結果につながったかなと思います。今日2ゴールおめでとうございました。小林優選手でした。ありがとうございます。